イタウン市川、田中芳徳です。今回は第5回市川市産業省をピックアップして市の商工振興を特集します。番組後半では市内のお花見スポットを巡ります。どうぞお楽しみに。まず最初は市の出来事を振り返るトピックスのコーナーです。3月21日市議会議場で市川市健康都市市民賞表彰式が行われました。市川市では健康都市にふさわしい優れた取り組みや活動を行っている個人や団体に対して市川市健康都市市民賞を授与しています。選考では市民から推薦のあったさまざまな取り組みの中から市民への影響や健康都市の推進に貢献した度合い、活動の継続性などを踏まえて審査が行われ、今年度は個人2組と5団体が市民賞、さらに1団体が奨励賞を受賞しました。個人の部では行徳ふれあい集会路沿いの花畑で毎日のように草花の手入れを続けている中原末子さんと、長年にわたって国際交流やスポーツなどの分野で活動を続けている中村雄二さんが選ばれ、千葉三井市長から表彰状と記念品が贈られました。団体の部ではヘルシースクール事業の推進校として正しい食習慣の普及などに取り組んでいる塩焼小学校や、地域活動を通して健康増進の普及に努める市民団体などが表彰されました。挨拶に立った市長は、今年10月に市川市で開催される健康都市連合国際大会でも皆さんの日頃の活動をぜひ紹介してくださいと話していました。3月23日動植物園レクチャールームで動物講演会市川のレッサーパンダ21年が行われました。1987年に開園した市川市動植物園は今年開園21年目を迎えました。園内ではたくさんの動物たちが来園者を楽しませ、中でも人気が高いのがレッサーパンダです。実はこのレッサーパンダ、動植物園が開園するきっかけになった理由の一つで、友好都市の中国楽山市よりやってきました。今回の講演会では長年飼育に携わってきた職員が今までの動植物園の歴史を振り返りながらレッサーパンダの21年間を紹介し、会場には多くの来園者が訪れました。これ飼育を開始したのが86年の11月です。で、その翌年ですねにうちの動物園がオープンしてるんですね。ですからオープンの前にレッサーパンダが入ってます。動植物園にレッサーパンダがやってきた経緯やその後の繁殖についてさまざまなエピソードを交えて紹介されました。市川市動植物園ではこれまで22頭のレッサーパンダが飼育され、この21年間に蓄積された繁殖などに関するデータは他の動物園にも提供され、国内でも大きな役割を果たしています。講演会に参加した来園者の皆さんは真剣な表情で説明に耳を傾け、講演後も職員に質問をするなどレッサーパンダへの愛着をより一層深めたいようです。東山怪異の生涯や作品などを紹介する東山怪異記念館では、5月11日まで特別展川崎商庫商品展が行われています。川崎商庫画伯は自らが中心となり、東山画伯をはじめとする数人の画家と日本画壇国土会を結成し、日本を代表する美術展覧会文展や帝展などで活躍。1961年に日本芸術院恩賜賞を受賞しています。商庫画伯の長女須美さんと結婚した東山画伯は、川崎商庫の画人としての生き方に常に尊敬の念を抱いていたといいます。
今回の特別展では市内在住の加藤博史氏から寄贈された作品を中心に展示しています。証拠作品と東山作品合わせてご覧いただけますので、ぜひお出かけください。東山会議記念館へのアクセスは JR 下総中山駅、京成中山駅より徒歩およそ15分、もしくは JR 西船橋駅北口より京成バス市営霊園行きのバスに乗り、喜多方バス停で下車してください。また市内を低料金で走るコミュニティバス北東ブルートも喜多方バス停を通るので、ぜひご利用ください。開館時間は10時から17時までで、毎週月曜日が休館日です。以上、トピックスのコーナーでした。3月17日、市議会議場で第5回市川市産業賞の表彰式が行われました。この賞は市内の産業振興に貢献した個人や法人などを表彰するもので、今年は創造技術振興賞に山口プレスセンター、地域活性化賞に市川南商店会連合会、有料商店賞に酒類販売業の広屋、そして企業家賞にはセンソファージャパンが選ばれました。今回受賞された企業や団体はそれぞれユニークな発想や卓越した技術を発揮し活躍しています。創造技術振興賞を受賞した山口プレスセンターは鋼板・鋼材加工の会社です。ここで生み出される加工品の中には、人工衛星やロケットに使われている部品もあるそうです。こうした大型の機械で加工するだけではなく、熟練した工員が機械でできない加工にも対応するなど、高い技術力が今回の表彰のポイントとなりました。競争力をですね、つけて強化してですね、他社から追随されないようなことをやっていかないといけない、と同時に町なのですから、その地域の住民の方々と一緒に共存共栄していかなきゃならないんで、騒音を出さない、抑えるとかですね、そういうこともやっていかなきゃならないんじゃないかと、まあ、これからの時代ですね、その辺にいろいろとマンションができてきていますので、やっていくべきことじゃないかと思います。技術力、競争力を追求するだけではなく、外部から安全衛生コンサルタントを呼んで、こうした安全点検を定期的に行ったり、社員講習を徹底し、職場の安全に力を入れていることも表彰のポイントになりました。森谷さんがやってきたのは、有料商店賞に選ばれた広屋です。こちらではママさん愚法寺の伏姫桜をラベルにした日本酒を販売するなど、地域を意識した商品展開をしているユニークな酒屋さんです。
あの市川というと、はい、他にもシンボルになるようなものっていろいろあると思うんですが、はい、なぜこの伏姫桜に着目されたんですか。ですね、千葉県がですね、なんていうの、去年はディスティネーションっていうような形で千葉県を売ろうということで、はい、で今年はあの、里見八犬伝の房総八犬伝っていうタイトルで確かやってると思うんですよ、はい、それにちなんでですね、里見家の伏姫様の桜があるって、はい、あの市川のママさんのご法事であるというのを聞いてですね、はい、ぜひこの、伏姫桜を商品化したいということで、あの、はい、お寺さんに頼みまして、はい、了解をいただきましたところ、はい、一応こういうスタイルに出来上がったということなんですね。規制緩和によって酒類を販売する店舗が多くなっています。競争の激しい業界にあって、ひろやでは全国の隠れた名所を探し出し、店頭だけではなくネット販売や卸を行うなど、積極的な販売活動とユニークな経営手法に取り組んでいます。こうした取り組みは千葉県からも新たな事業活動による経営の向上を図っている事業者として承認され、今回の優良商店賞の受賞にもつながりました。地域密着型で地元に親しまれるお店というのが、はい、そういう方向性でいきたいというのが一つと、あとあの理念としてあの情報知識、はい、情熱っていうのをですね掲げて、はい、あのみんなで、社員教育にもその言葉を使って、要するに他のお店とはうちは違うんだというところを見せたいなっていうのが一つの希望でもありますね。はい、いやまあ本当にね、これだけいろいろな種類のものがあって、また新たにねこういった市川からの種類のものが出てくるって素敵ですね。そうですね、だから将来的にというか今考えてるのは千葉県を売るということと市川なんで、千葉県でその里見八犬伝の八をもじってですね、できればその八銘柄をこれから作り上げていきたいっていう夢が、八銘柄、八銘柄、要するにここはあの久留里で作ってるあの森酒造というところの蔵元なんですけど、そのあるその私たちがテスティングして蔵元を見てここならいいなというところがあれば、はい、あと7軒ですか、はい、探して、はい、いろんなパターンのやつをですね、ええ、できたらまた千葉県に貢献できて、そうですね、市川の名前もちょっと盛り上がってくれるかなって、要するに元気なお店もあるんだというところを見せたいというのがね、やっぱ願望にありますんで、その辺分かっていただければ一番いいかなと思いますね。これは昨年7月に市川駅南側の悠々ロードで行われた市川ふるさと祭りの模様です。毎年延べ6万人もの人が訪れ、市川を代表するお祭りになっています。30回目を迎えた去年のお祭りでは、梅香流江戸芸カッポレが披露され、賑やかさに花を添えました。長年にわたってこの市川ふるさと祭りを盛り立ててきた市川南商店会連合会が今回地域活性化賞を受賞しました。ふるさと祭りというように、あのこう地域で生まれた、自分たちはあのここはほら戦後あの栄えた、あの昔はね田んぼの地帯だったんだけども、はい、戦後さあのこう発展したところだから、自分たちはそれぞれふるさとっていうのはあるけど、ここで生まれた子供にはふるさと、ここはふるさとなんだから、はい、そのために子供たちにその原風景というか思い出作りをして大きく成長してもらいたいということで、はい、ふるさと祭りっていう名前をつけて、で、まあ、じゃあ今年またこれからの計画というかもう進んでいるんですか。今年は、まあ、あの去年が30回で今年は31回になるんですけども、はい、またいろんなあの申し出があったりなんかして、まあ、スタンダードにはあの この、まあ、何年かはもう続いてるんですけども、地域の学校大須小、はい、それから宮田小大須中、そういう学校もですね、全面的にその、参加したり、はい、あの企画に加わったり、はい、ということで、うん、先生方も実行委員会の中に校長先生教頭先生も入って、それで地域ぐるみでまあやるんですけどね、はい、子どもたちの夏休みのもう入った時の、うん、これをやって本当の夏休み入るというような、うんうん、その期待感を持って参加してますね、は
でもふるさとにね、そういう決まったお祭りがあるっていうのはやっぱり嬉しいものですね、うん、いや本当にそうだと思います、うん、市川市では市内の中小企業の経営者やこれから会社を起こす起業家、また経済やマーケティングに興味のある方を対象にセミナーを開催しています。平成19年度最後のセミナーとなったこの日は、慶応義塾大学名誉教授で市川市総合計画審議会会長を務め、現在は市川市教育委員の井関俊明さんが講師を務め、企業のマーケティング戦略に有効な顧客との関係づくりについて解説しました。市川でなければないもの、土地の人と一緒になってビジネスを作り上げていくということなんです。土地の人との関係づくり、そして土地の人と一緒にビジネスを作るということ、それをやっているところが大変な大きな成果を上げつつあるのだというのが、日本でもちらほら見られ、欧米でははっきりと現れている一つの姿です。JR 元八幡駅南側にある市川情報プラザ、2階は電子行政サービス窓口になっているほか、市の IT に関する担当課もここにあります。また双方オフィスや起業家を支援するインキュベーション施設という機能も持っています。今回の産業省で起業家賞を受賞したセンソファージャパンは、工業顕微鏡などを取り扱うスペイン企業の日本代理店として、ここ市川情報プラザに事務所を構えています。ではその起業をいざされてみて、はい、良かったことというのはどんなことでしょうか。そうですね、まあ、一つは会社員の頃と比べますと、やはり、まあ、結果は、当然問われるわけなんですが、ただその自分のやりたいことをやりたい方向というものを、はい、常に行えると、まあ、もちろん会社というのは責任を持った立場のたとえ小さな会社でもですね、周りの方々にとってある責任を持った法人格になりますので、はい、その範囲の中でということにはなりますが、ただその会社の中でしかできないことと比べますと、やはり自分のやりたいことという幅が非常に広がったなというのはいい点だと思います、はい。まあ、どうしても私のやってる事業自体が、まあ、精密という精密業界ということで、はい、まあ、少しニッチ的な業界になりますので、まあ、そういう意味ではまあ、僕もよく言うんですけども、まあ、ステップバイステップ、まあ、無理せずにですね、はい、今の自分の立場を理解しながら、まあ、お客様はじめ関係各社にご理解をいただきながら、はい、まあ、事業を進めていくと、うん、はい、いうことを心がけています。はいはい、市内の起業家、またこれから起業を計画している人に向けて、市では企業支援アドバイザー制度を設けています。毎週水曜日、市川情報プラザで企業支援アドバイザーによる個別相談を行って、さまざまな課題解決の手助けをします。まあ、まず企業を始めようとしている方に関しましては、まずビジネスプランの作成、事業計画書の作成、そこが多くなっております。実際に、まあ、事業を始めようとする段階になりますと、多くなってくるのが、営業支援、まあ、いわゆる販路開拓、それから資金調達、実際に銀行から融資を受けたい、そういった相談も多くなってきます。実際に、会社を稼働させてからの話になりますが、そうしますと会社のいわゆるバックオフィスの事務、例えば経理であったり労務であったり、そういったご相談も多く受け付けております。そうですね、まあ、特にその会計とかで、まあ、期末の近い時とか、あと、まあ、でも月に1回とかぐらい、まあ、ちょこちょこわからないことも多いので、そういった部分で、相談に乗ってもらってます。まあ、自分が今会社を経営していて、まあ、いろいろ相談できる人っていうのが、まあ、周りに何人かいるんですけど、やっぱりそのこのすごい近い
近くにですね、すごいこう豊富な知識を持ったアドバイザーの方がいらっしゃるっていうのは本当に気持ち的にすごい心強いし、すごいやっぱり話すと楽になるというか軽くなる、そういうような体験がありますので、本当にすごい助かってます。小野田さんもアドバイザーの方に相談はされたんですか？はい、もちろんしております。はい、設立といってもですね、私一人で最初設立をしておりまして、はい、諸先輩方々はいろいろアドバイスをいただくことはもちろんあるんですが、ただ一企業人としてなかなかアドバイスをいただくことができない。企業人というのはその企業しての企業としてその会社を運営していく意味でのアドバイスってなかなかやっぱり、いただけなくてですね、そういう時に困っていた時に、ちょうどこの市川市の方で、運営されているアイリンクというのがこのビルにあるんですが、そこのマネージャーさんから、会社に対するその資金調達から、はい、あと運営ですね、こういう営業、自分のその商品の営業等以外の、はい、私の今まで経験してきてない部分というのを、はい、全てマネージャーから実は相談を受けておりました。企業支援アドバイザーによる面談は毎週水曜日午前9時から午後5時まで。予約制ですので、相談したい方は商工振興課までお電話ください。地元の会社やお店に活気があると、その地域自体も元気になりますよね。今回いろんなお話を伺いまして、私も元気をもらったような気がします。市川市ではそんな地域を元気にする企業や団体、商店を応援していきます。どうぞご期待ください。花ほころび水ぬるむ春、市川市にも桜の季節がやってきました。皆さん、今年はどこでお花見をする予定ですか？今回は市内にある桜の名所をご案内します。特集にも登場した伏姫桜のあるママさん御法寺、西暦737年に行基菩薩によって建立されたと伝えられています。こちらが南総里見八犬伝の伏姫にちなんで名付けられた伏姫桜です。ソメイヨシノよりも一足早く見頃を迎えました。市川の伏姫様は御年なんと400歳。見る人のすぐそばまで花を咲かせるその姿は、市内随一の美しさを誇っています。この時期、御法寺への散歩には文学の道がおすすめです。河野台女子学院から真間川まで続くこの道はソメイヨシノの並木道になっています。文学の道の名にふさわしく、桜の木の下には市川ゆかりの歌人の作品や文人の人となりを記した紹介版があります。桜を眺めながら美しい言葉にも触れてみてください。河野台の台地にある里見公園、千葉県の房総の魅力500選にも選ばれている里見公園は、市内で最も有名な花見の名所です。毎年恒例の桜祭りは今年は4月13日まで開催し、期間中の金、土、日曜日は夜8時まで開園を延長するので、夜桜を楽しむこともできます。松戸街道から公園入り口に続く300メートルの桜並木も見どころの一つです。
里見公園に行ったら純西池緑地まで足を伸ばしてみましょう。ここにはソメイヨシノだけではなく、ベニシダレや里桜系など様々な品種の桜を見ることができます。比較的長い間お花見ができるのも純西池緑地の魅力の一つです。今年はまだヒドリガモやキンクロハジロなどの渡り鳥を見ることができるかもしれませんよ。市川市の中部を流れる真間川、国道14号線から北へおよそ2キロメートルも続く桜並木は昔から市民の目を楽しませてきました。満開の頃には水面を覆わんばかりの桜並木と相まってハラハラと花びらが舞う様は目を見張るほどの美しさがあります。ゆっくりとそぞろ歩きながら花をめでる、桜の楽しみ方の醍醐味かもしれません。最後は行徳の桜の名所をご紹介しましょう。新居浜通りから宝、幸へ続く中江川の岸辺も見事な桜並木になっています。中江川はそのほとんどが暗渠になっていますが、幸一丁目部分は蓋の上を公園に整備しました。桜並木のアーケードを楽しんでみてください。いかがでしたか。市内にはまだまだ桜の名所はたくさんあります。ぜひ皆さんも身近な春を感じに出かけてみてはいかがですか。後期高齢者医療広域連合の新しい被保険者証は3月10日配達記録郵便で発送しました。また平成20年3月31日で有効期限が切れる国民健康保険加入世帯の新しい被保険者証は3月13日に配達記録郵便で発送しています。記載事項に変更がある場合は新旧両方の被保険者証と印鑑を持参の上ご覧の窓口にお越しください。第3回健康都市連合国際大会が今年の10月市川市を会場に開催されます。大会では世界の都市の代表者を迎え市民の健康について考える会議や文化会が行われ、国境を越えて健康で安全な都市社会の実現に向けて話し合われます。現在大会専用のホームページで大会の概要や日程のご案内、論文の募集などを行っています。皆さんでこの大会を盛り上げていきましょう。